筆入れ。筆入れ。顔からいた方がいいかな。これ今ちなみにお腹に書いてるのは何なんですか？なおまるくんです。お、なおまるくん。まあトナカイの代わりやね。トナカイの代わりになおまるに乗ってみんなに幸せを届けてくれる感じ、市民の皆さんの。いいですね。今回のコンセプトは、これは何サンタになるんですか？今回はあの50周年の記念サンタです。記念サンタ、はい、市場の手をイメージした。おお、ことか。何かと思いました最初。なるほど。今この黒く残ってる部分ですか？そう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 。結構これで決まってきますね、イメージが。水色の青空、今日の感じにするか、ちょっと夕焼けっぽいオレンジにするか、どっちかですね。青空っぽいやつはね、一人いるからね、同じような感じのが、ちょっと色変えたいかなっていう気もしてた。やっぱり一個一個違うなんか個性を出したいっていうのはあるんですか？そうですね、一応今緑のとこは飯盛山のイメージしてるんで、うん、この体のね。で、もう一個あの
駅前にあるあの住宅のサンタが、はい、こう家と飯盛山があって、ちょっと青空な感じの色なんで、空がね、サンタが裸みたいになりましたね確かにちょっと素肌感が、素肌感出たな素肌感、素肌とはちょっと分けて色を、素肌と違うでしょう、来ましたね、あー夕焼け、なんか郷愁を誘う、うん、ふるさとっぽい、みたいな感じ、ふるさとっぽい感じ ね、なんか地元の、うん、小学生ぐらいのなんか家からなみたいな、いい色だね、いいですね、情緒が、いい森山の風景とかもあって、やっぱりこう結構懐かしい風景やと思うので、でまあ普通に一日どこかに出かけてて帰ってきても、電車から見える山も一日ずつ毎日違うし、なんか帰ってきた感あるんですよね、僕にとってはね、こう都会に出かけててもこう電車でこう山が近づいてくるんですけど、帰ってきたなって感じで、それの感じをこう出せればと思って、ここ見たら本当に山と夕焼けに見えてきました見えてきたね、あーすごい、完成、おな手を全部詰め込みました名前何にしましょうね、縄手サンタとかね、縄手サンタ、縄手サンタどうですか、なんかもうみんなをこう見守ってくれる存在っていうかね、そういう感じでこう自然体をこう包み込んでくれるようなイメージで書いたんですけど、はい、なんかすごく温かみがある、そうですね、温かみがあって、こういつでも帰ってきていいっていう感じの、まあここに住んでよかったなとか、なんかこう温かい気持ちになってもらえたらいいですね、うん、あとはまあ帰ってこようっていうか、ね、そういう気分ですかね、まあどっか出かけてる人も、働きに出てる人も、まあ、もしくはね、どっか一回ふるさとを離れてしまった人もまた帰ってきたいなとか思う感じになればいいかな、はい、僕自身もそうなんで、あー、はい、そうなんですね。